アイドルカム製造機 TV へようこそ、サルです。なんつってんすか、もう一回いいっすか、なんつってんすか、やはりいつもそうだよ、いつもなんつってんすか、最近ね、そんな感じ。アイドルカム製造機 TV へようこそ、サルです。コウです。マスオです。サトチンでーす。さあ、今日はですね、皆さんでシーバス釣りに行きました。今日はね、カズ釣りしたくてね、みんなにね、いい思い出を作ってもらおうと思います。ってな感じでーす。イエイ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 トゥルチキーン。サルさんのそれちょっと雑です。サルさん、オープニングなんつってんすか。いや、雪が降ってね、水温は下がって、この時間であまりこう水が動いてないそうです。仕方なし、朝一だけだったよ。そうっすね、朝一らしでしたね。あれね、結局いろんな反応見たんですけど、我々はこのジグがね、ジグがめちゃくちゃ良かったということで、 60g ぐらいがいいらしいんで。なるほど、はい、よし、バシバシ釣っちゃおうぜ。はい、わかりました。任せとけ。宣言そうそうそう、そっち釣れてるから余裕がある。ああ、いいな。そう、チンさん釣ったんすよ、佐藤チンさん。よし、じゃあ俺ら釣ってくるよ。よっしゃ、ジグっちゃうよ。結局いろいろやった結果がジグだったっていうことです。なんで今日はね、もうね、カズ釣りこなしたいんでね、ジグでいきます。あった、来た。お、マジで来た。かわいいやつ。さあ、コウ君に当たりきました。かわいい、アユ、かわいい。どうですか、あれ、アユみたいな釣れちゃった。はい。まあね、コウ君ね、でも撮影会でも結構釣ってましたからね。まあとりあえず今キャッチできたのはこのサイズ。はい、ナイスフィッシュ、ありがとうございます。バスだねなんかバスだね。なんか前回の兆候を思い出す感じ。あ、そうだね。あ、小さいね。80ほど遠くないっすか。なんだよ俺何、バス釣りしに来た。バス釣りじゃん。ブレンドサイズやん、それ。ブレンドサイズじゃないっすか。オーケーよいしょ、オッケー、はい、ちょっとファイトシーン撮れなかったけど、はい、マスオさん頑張って。頑張ってます。チンさん頑張って。余裕、あっちです。お、食った、チンさん食った、でかい。イエーイ、よーし、イエーイ。移動します。はい、移動。移動中です。よし、釣っちゃおう。おい、よろけないで、結構深いな。わかんないっすね、それは。魚の気持ちになってみないと。結構深いっすね。行く行く。着いた。さあ、行くぜ。わかりました、釣ります。坊主猿じゃないんで、僕は。来ねえな。キラキラしてて綺麗。今あっちにも船いますからね。パンパン落として繰り返すしかないですね。
応はあるんですよ。反応はあるんですよ。魚探の反応は間違いない。そっち行きます ?OK。これセンター入っていいっすか。よーし頼むぜ。ごめんよ。悪くないみたい。食ったよ。よっしゃ食ったよ。俺がいるっつったらいるっつって。よし食ってるぞ。よっしゃ。おお。いいよ。ちょっと待てよ。まといい感じかもしんない。結構重いね。いいかもよ。サイズいいかもよ。どうだ？今日一か？今日一発目の今日一か？おお、いいサイズ。やったー！よっしゃー！いいサイズ。ちょっと待ってー。よっしゃー、取ったぞー。ほらー！今日一だー。京一来たー。よっしゃー、これな、60あるかな。60、うわ、ふっと測ってくれそうです。どうすかでかい。よっしゃすごい、さすが62センチ。いったよ、これはジグです。今日やっぱジグがいい。マジです、太いね。はい、今釣りましたのは、僕がね、愛用してるピュアフィッシングジャパンアブガルシアの、これはワールドモンスターに、スコーピオン XC にコウ君から借りたジグ。今日はジグの反応がすこぶるいいね。いろいろ試したけどこれがやっぱ一番いい。62センチ。うし。さあどうですかコウ君、今から向かうんですけど、ここからね、あと一本こういうやつ釣りたいですね。はい、ちょっとなんかペペロンチーノって聞こえましたけど、空耳アワーだね。空耳アワー、ラストだ ね、 ラストね、多分次のポイントが。そうですね、まだあとかな、まだ分かんないっす。あと少し行ってくれるかな、あと少し行ってくれるかなってところですけど、6時半出線なんで7、8、9、10、まあもうあとちょっとですね。そうだね、うん、風の音がすごくて多分コウ君の声が関係されてると思います。ちょっと船長が本気出しました。本気出したね今スピード一気に出しましたね。うん、頑張りましょう。次のポイント頑張りましょう。ラストあと1箇所。こういうの来て、こういうの。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私62センチ初めて釣りました。嘘です。てな感じでね、1本だけです私。なんで本当だよ。あ、違う、1本だけだった。もうちょっと釣ってませんでした。なんか釣ってませんでしたっけ最初。はい、62を皮切りに私2本釣れることができましたね。コウ君が妄想です。だいたい55ぐらいですかね。丸々とした。僕は63センチぐらいです。妄想ですか。いや、実際そうですよ。ゼロ。残念でしたね。でも何回かバラしましたもんね。これは仕方ない。3匹ぐらいでかけたんですけどね。64センチバラしました。さあ、いろいろ聞こえておりますが、はい、今日は皆さん楽しくできましたでしょうか。最高でした。あ、新ロットで入魂しました。わー、ワールドシャウラーだ。4万円4万円だったの。5万7千円。5万7千円だね。高え。高いっす。そんな高いんだこれ。僕もワールドモンスターで釣れました。てな感じで今日はお疲れ様でした。皆さん疲れちゃってますね。はい、以上スペースモンキーズミオンソルでした。こうでした。マズオでした。ソウジンでした。チャルル。